川さんにショパンの華麗なる大演舞曲を演奏していただきました。小川さん、こちら解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、ポーランドがもう誇りにしているポーランドの大天才、ショパンが作曲した華麗なるワルツです。ショパンのワルツは、ね、悲しい曲も多いんですけれども、この曲は実はワルツの第一番なんですね。それでももう軽やかで、そして華やかで、本当にもう舞踏会を演奏させるような華麗な、まさにブリリアントな一曲です。ショパンの時代とかって、今小川さんグランドピアノ聴いてたんですけど、その時代もグランドピアノで作曲というか演奏していたってことなんですか。この頃はもうこの形のグランドピアノというのはありました。ショパンが親しみを持っていて使っていたのはフランスの楽器で、プレイエルというピアノをとても好んでいたと思っています。フランスのメーカーは2つあって、プレイエルとエラールというのがあるんですけれども、残念なことにも今は作られていません。でショパンの頃の楽器というのは今もまあ残っていますけれども、まあ、ほぼ骨董品のようなもので、私たちはよくピリオドインストゥルメントと言いますけれども、その小楽器扱いになっています。音としては、もうちょっと薄い感じ、もうちょっとこう鼻にかかったような音色ですね。フランス語を聞いてるようなムムムムっとした感じの音がピアノから出てきます。ショパンというとコンクールのイメージがあるんですけれども、コンクールについて詳しく解説いただいてもよろしいですか。はい、これはワルシャワで行われる、5年に1回の本当にピアノの大コンクールです。もう今はもう世界中に小さな予選があって、その予選をたくさんたくさん勝ち抜いてきたピアニストたちがワルシャワに集まって、さらに4回の選考から勝ち抜いていくんですね。でその中では練習曲、それからバラード、ポロネーズ、マズルカ、ソナタ、ピアノ協奏曲と多くの課題があって、もう3週間ずっとワルシャワの街ではショパンが鳴り続けるんです。ピアニストにとって最大の登竜門といって過言ではないと思いますね。ショパンがうまく弾ける人は他の曲もうまく書けるっていう背景があるから、そういったところが有名になっているんでしょうか。そうだと思います、はっきり言って、もちろんその全員がショパンを弾けなければならないという規則はないんですけれども、何せ、ショパンはほとんど作曲した曲はピアノ曲なんですね。それでもうとにかく、技術的にも非常に難しい。右手はもう本当に手が痛くなるほど練習しなければならないし、左手の伴奏も非常に凝っているんですね。ショパンは自分も本当にアクセサリー一つ一つまで選び抜いた人なので、音も一つ一つ選び抜かれているんですね。だからそれだけのその込み入った曲を華麗に苦もなく演奏できるピアニストたちというのは、やはり他の作曲家の書いたものをまあ楽々弾きこなせるということが多いですね。ありがとうございます。小川さんにシューマンのトロイメライ子供の情景よりを演奏していただきました。小川さん、こちら解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、この曲はシューマンが自分の子供時代、大人になってから子供の時のことを思い出す、回想するような曲で、短い曲が13曲入っているんですね。12曲子供の様子、いろいろな遊んでいる様子や眠りこけているような様子を描いて、13曲目に詩人は語るという、題名で、その大人が、自分の子供時代はこうだったんですよってこう語りかけるような、もう非常に素晴らしい珠玉の作品集です。この時代っていうと、作曲家っていうのはその音楽大学を出るとか、そういう専門教育を受けるのか、師弟関係でやっていたのか、そういうその勉強っていうのはどういったふうに学んでいたんですかね。作曲家は特にやはりもう英才教育を受けた作曲家が多かったんですね。モーツァルトやベートーベンなど。ところがシューマンは、子供の頃から才能はあったんですけれども、きちんとお勉強しなさいということで、音楽の道にはなかなか進めなかったという逸話が残ってるんですね。ですので専門教育を受けたという経験はあまりなかった。成人してから、ヴィーク先生という大変有名なピアノの先生のところに行って、ピアノを習い、運命の女性クララに会うんですけれども、そういう意味ではちょっとスロースターターなところがありました。地理的にもそれ音楽の本当に伝統のある町だったんですけれども、シューマン自身は音楽大学に進むことはできなかったですね。先ほど転
才少女クララさんのお話が出たかと思うんですけども、この時代って作曲家とピアニストの方が恋に落ちることって結構よくあったんでしょうか。どうでしょうね。まあ結構自由奔放だったと思いますね、この、シューマンとこのクララの、愛情物語というのはもう本当にあまりにも有名で、なぜかというとそのシューマンがその美しいピアノの天才少女クララに憧れてたくさんの名作を出したということで、この2人のことは本当に有名になったんですね。でもベートーベンも本当にいろいろな人たちのことが女性を好きになったし、そういうことはたくさんあったと思います。ただその作曲家というのはいろんな家庭から出てきているので、必ずしも貴族の子供が作曲家になったとは限らない。ところがやはりその音楽を愛する人たちの中には、それから作曲家を支える人たちはやっぱり貴族とかその身分の高い家庭のお嬢さんなんかが多かったので、実は質素なお家に生まれた作曲家が名家の生まれのねお嬢さんに憧れてしまうということはよくあったようです。今回この2曲選ばれた方々に何かおすすめの曲とかはございますでしょうか。はい、このシューマンとショパンは同い年なんですね。ある意味ライバル。でもシューマンがショパンを世の中に出したその文章で、皆さん脱帽してくださいと、素晴らしい天才が現れたという有名な一文があるんですけれども、そういうわけで2人の力関係というのは非常に微妙だった。それなのでこのショパンとシューマンどちらかということは私はピアニストとしては言えないんですね。これからご紹介する2曲をおすすめしたいと思います。まずショパンは、最近ではこれはスケートでも有名になりましたけれども、バラードの1番、ショパンにしては非常にこう、ヒーローっぽい、一曲なんですけれども、はい、力強さも秘めているのでぜひ聴いていただきたいと思います、はい、それからシューマンはやはりこのクララに憧れて、そのもう止められない感情がそのままもう吹き出している一曲、幻想曲をおすすめしたいと思います、非常に激しいです。ショパンと違ってシューマンというのは一小節を聴いたからってああシューマンだなというふうにはならないんです。でもこの何とも止められない感情がそのまま直接音楽に出ているというのはシューマンの大きな特徴だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。